最新の編集、エフェクト、モーションを使って動画編集を自由自在にできるフィモーラプロ。このチュートリアルシリーズではフィモーラプロの使い方を一から学んでいきます。こんにちは、フィモーラのジョニーです。今回の動画ではフレーム上でエレメントを変化させたり配置するいくつかのテクニックをご紹介します。またショートカットやビューアーまたはレイアウトパネル上での変更、整列、分配についても詳しく見ていきます。フレーム上にオブジェクトを配置する際、オルトキーと方向キーを使うとピクセルごとに動き微調整が可能です。オルトキーとシフトキー、そして方向キーを動かすと10ピクセルずつ動かすことができます。選択したレイヤーをフレームの中央に配置したい場合、シフトと数字の3を押します。またシフトと2を押すとオブジェクトがフレームの中心に配置され、回転が0になり、重量比を保ったままフレームの高さに合わせて収まるよう配置されます。シフトと1を押すとオブジェクトが画面の横の長さに合わせて配置されます。数字の1キーの左隣にある半角全角キーを押すと画面の重量比にかかわらずオブジェクトはフレームに合うように拡張されます。では複数のオブジェクトをビューア、レイアウト、そしてコントロールパネル上でサイズを変更するやり方を見ていきましょう。編集作業をしていると複数のレイヤーを同時に調整する必要がありますが、コントロールパネルの値を変えると特定のレイヤーの大きさだけが調整されます。ビューア内の複数のレイヤーを編集する際はレイアウトパネルを使いましょう。また複数のレイヤーをビューア内で選択すると各レイヤーの大きさはそれぞれのアンカーポイントを起点にしてビューア内でサイズを変更することができます。レイヤーパネルを使って大きさを変更するとフィモーラプロは選択されたレイヤーの周りに透明の選択枠を作成し、フレームの中心点を起点としてオブジェクトのサイズ変更を行います。アンカーポイントはアンカーポイントセレクターを使って変更することができます。このようにフレームの左上を選択するとここを起点にしてサイズ変更が行われます。レイアウトパネルで位置を変更するとレイヤー上にある全てのオブジェクトの X と Y の値が変更されます。またビューア画面にあるレイヤーの矢印を動かすと全てのレイヤーの X と Y の値を同時に変更することができます。もしくは一つのレイヤーをクリック&ドロップして動かすと全てのレイヤーが動きます。レイアウトパネルの回転ボタンを使うとパネルで選択したアンカーポイントに関係なく選択フレームの中心を起点として90度回転されます。ただしビューア上で選択したレイヤーを回転させると各レイヤーがそれぞれのアンカーポイントを起点として回転します。ミラー機能を使うと同じくレイヤーをフレームの中心から動かすことができます。整列でタイムラインが設定されていると選択したレイヤーがプロジェクトのサイズに沿って配置されます。例えば垂直方向の上揃えを選択すると各レイヤーのピクセル上部がビューアの上端に揃います。そして垂直方向の下揃えをクリックすると各フレームのピクセル下部がビューアの下に揃います。水平方向の左揃え、水平方向の右揃えも同様に揃います。水平方向の中央揃えをクリックするとアンカーポイントにかかわらず各レイヤーの中心ピクセルがプロジェクトの水平中心に整列します。垂直方向の中央揃えをクリックすると同様に垂直中央に揃います。整列を選択に変更するとプロジェクトではなくフレームの大きさに合わせた透明な選択フレームを作成し、プロジェクトのサイズではなくこのフレームに合わせて整列します。このため水平方向の上揃え、垂直方向の下揃え、水平方向の左揃え、水平方向の右揃え、垂直方向の中央揃え、水平方向の中央揃えはこのようになります。オブジェクトの分配機能を使うには
少なくとも3つのレイヤーを選択してください。この機能は常に選択したフレーム内で機能します。この機能を使うとレイヤーが均等に分配されます。水平方向左に分布をクリックするとオブジェクトは左側にあるピクセルに沿って水平に配置されます。すべてのピクセルは水平軸で同じ距離を持ち、両側にある2つのオブジェクトの位置は変更されません。水平方向の右に分布すると画面右から離れたピクセルから分配する位置が計算されます。水平方向中央に分布も同様ですが、各レイヤーの中心ピクセルから計算されます。垂直方向中央に分布、上に分布、または下に分布も同じです。すべてのレイヤーを同じ高さ、方向、水平方向に配置したい場合は、すべてのレイヤーを選択し、シフトと2を押してビューアの高さに合わせます。そして最初の2つのレイヤー、まず1つを左に、もう1つを右に移動し、最後にすべてのクリップを再度選択して水平方向の中央揃えをクリックしてから垂直中央に配置します。以上、フレーム上でのエレメントの変形と配置についてご紹介しました。フィモーラプロでの編集については他のチュートリアルをチェックしてくださいね。僕たちと一緒に動画編集のテクニックをもっと磨いていきましょう。